今後はですね、まあ、自分の個性も考えて、まあ、ブランドを、まあ、自分がこう、全部をね、コツコツと、なんていうのかな、ファッションという形で、トータルコーディネートを作っていくという方法ではなく、今僕が気になってるのは、いろんなその、ものづくりにこだわってる人たち、いわゆる、靴を作ってる人とか、ネクタイだけとか、例えばボタンだけ作ってる人とか、で、世の中とか今後世界も含めて、やっぱりいろいろそういう人たちと出会いが本当ソーシャルネットワークであるんですよね。で、見たらすごいなと、こんなの作ってるんだと。でもこういう大きい世界じゃなくて、本当にここだけの世界で、でもすごい自分では作れない、もう到底作れないっていうようなものをやっぱり作ってる方たちがいっぱいいるので、今後は僕はそういう人たちをうまく H ナウトチームという形で、そういう人たちとこう手を取り合って、なんかこの自分だけではできない能力とか力を持ってる人たちとやっぱりタッグを組んで、なんかよりこうクオリティが高く面白くて、まあ、そこが世界に通用するようなものを作っていく中、いわゆる監督みたいになりたいんですよね。いや、総合プロデュースみたいな形で。で、それが基本的に H ナウトっていう世界になればいいなというふうに思っているので、そういうやっぱり動きを来年からもうちょっと積極的にやろうかなというふうに思ってます。ファッション。